皆さんこんばんは、佐藤ささらです。鈴木つづみです。この動画では私たちが日本の村について解説していくよ。どうぞ気軽にご覧ください。ねえつづみちゃん、家で暇な時って何してる？そうね、だいたい本を読んでるかな。あはは、つづみちゃんらしいね。最近はどんなの読んでるの？先週から恋愛小説を読み進めてるわ。はじめは仲の悪かった二人が次第に恋に落ちていく話なの。へえ、面白そう。まるで道志村と横浜市の関係みたいだね。うん、道志村？何の話？そんなわけで今日は山梨県道志村を紹介していくよ。山梨県の南東部、清流道志川に抱かれた山あいの村なんだ。へえ、私の地元神奈川県からも近いのね。うん、道志村があるのは神奈川県の西に横たわる丹沢山地のちょうど裏手にあたる場所なの。ここは南の丹沢山地、北の道志山地という高い山々に挟まれたシワのような地形で、その谷間におよそ1500人が暮らしているんだ。そうなんだ、随分偏僻なところなのね。うん、でも一方で道志村は古くから関東平野から富士山方面への抜け道でもあったんだ。東西約30キロにわたる道のりは道志七里と呼ばれていたようで、かつて旅人の目印だった一里塚が残っているよ。なるほど、偏僻なところではあるけど通り道としては重要だったわけね。うん、この道は現代では国道413号道志道として整備されているよ。ここを抜けると景勝地山中湖へ行けることから、サイクリングやツーリングのスポットとして人気があるんだ。おお、いい景色。でも私自転車もバイクも乗らないからな。そんなつづみちゃんにも道志村はおすすめだよ。ここは33カ所ものキャンプ場が密集する全国有数のキャンプ王国でもあるんだ。へえ、いいじゃん。最近はキャンプも流行りだもんね。また道志村はステーキの付け合わせなどに使われる野菜クレソンの名産地。村の道の駅ではクレソン尽くしの食事も楽しめるんだよ。うーん、美味しそうなのとそうじゃないのがあるわね。ところでその道志村が横浜と何の関係があるの？うん、実は道志村と横浜市は友好協定を結んでいて親しい交流があるんだ。横浜市民は道志村の民宿やキャンプ場を格安で利用できるし、道志村も横浜の街中に村の PR のためのお店を出したりしているの。へえ、随分親しい間柄なのね。でもどうしてこんな関係に？ふふふふ、気になるよね。実は遠く離れた2つの町をつないだのはこれなんだ。え、水？説明しよう。道志村と横浜市、2つの町の関係は遠く明治時代に遡る。元は小さな漁村だった横浜は幕末に開港地の一つに指定されると国際港湾都市として急速に発展。しかし増え続ける人口に水の供給が追いつかず、コレラなどの伝染病も流行していた。そこで政府は神奈川県を流れる大河、相模川から水を引き込むことを計画。川の上流から44キロにわたって伸びる日本初の本格的な水道が建設されたんだ。その数年後にはより質の良い水を求めて相模川の支流道志川からの直接取水に変更。こうして道志村の水は横浜の町や港へと届けられることになり、船乗りたちからは赤道を越えても腐らない水と絶賛されたんだぜ。現代でも道志川の水は横浜市西部を中心に広く利用されているぞ。つづみちゃんが普段使っている水ももしかしたら道志村の水かもしれないな。おーっと、自己紹介がまだだったな。俺は。なるほどね、道志村の水が横浜の発展を支えてきたってわけね。うん、大切な水源を守るため横浜市は1916年から道志村の森を買い取って自ら管理しているの。その面積は広大で、なんと村の総面積の3分の1に当たるんだ。そんなに？っていうか道志村もよく売ってくれたわね。ね、実は道志村はこの土地の売買には全く関わってないの。え、なんで？自分の村のことなのに？うん、その理由は当時の国や山梨県の土地政策にあるんだ。1873年、山林田野等官民区分処分法という法律ができて、全国の森林は官有林と民有林の2つに分けられることになったの。公共の土地と民間の土地を区別したのね。当時日本には住民が共同で利用できる入合山と呼ばれる森林がたくさんあったんだけど、山梨県はこうした土地まで持ち主がいないことを理由に取り上げてしまったの。そんなひどい。その結果人の手が入らなくなった森林は荒れ放題。さすがにまずいと思ったのか国や県は入合を認める方向に切り替えたんだけど、もはや焼け石に水だったんだ。
一度失ったものはなかなか元には戻らないものね。そこに降って湧いたのが、横浜市が水田の森を欲しがっているという話。山梨県としても荒れた森の管理を丸投げできるとあって、交渉はトントン拍子に進み、道志村の森は横浜市に引き渡されたんだ。なるほど、そんな背景が。でもそれ、道志村からしたら勝手に村を売られたことにならない？そうだね、当然村民はお怒りモード。横浜市への印象は一言で言えば最悪だったんだ。まあそうなるわよね。でもそこから持ち直したからこそ今の関係があるんだよ。1923年、神奈川県を震源とする大きな地震が起こったんだ。関東地震、いわゆる関東大震災ね。そう、道志村でも被害は大きくて、水田の森も土砂崩れで変わり果てた姿になってしまったの。あちゃは大変なことになったわね。でもね、そこに救世主が現れるんだ。え？なんと、横浜市が助けに来てくれたんだ。おう、熱い展開。横浜市は10年以上をかけて森の復旧工事を実施。水田の森には無事緑が戻ったんだ。へえ、横浜も震災で大変だったはずなのにそこまでしてくれたんだ。うん、そんな横浜市の態度に道志村も心を開き、二つの町の間にはだんだんと交流が生まれていったの。なるほどね、そうやって今に至るわけだ。うん、でも物語はこれだけじゃ終わらないよ。鈴見ちゃん、恋愛小説では愛し合った二人は最終的にどうなる？どうなるって？二人は一緒になって幸せに暮らしましたとか？そう、実は道志村も愛する横浜市と一緒になろうとしたんだ。へえ。2000年代、全国で平成の大合併と言われる大規模な市町村合併が行われたの。そうなんだ、道志村には合併の話はなかったの？もちろんあったよ。でも村民の間では交流の深い横浜市との合併を求める声が多かったんだ。これを受けて道志村は横浜市に合併を申し入れたの。え？それってつまりプロポーズ？うん、そして気になる結果は？振られちゃいました。何は露天ねん。横浜市が挙げた理由はこんな感じ。いくら交流が盛んとはいえ、隣り合ってすらいない横浜市との合併はやっぱり厳しかったみたいだね。そっか、残念だけどしょうがないわね。でもこれをきっかけに横浜市と道志村は友好協定を締結。合併の話が出る前よりもかえって交流が深まったんだ。へえ、振られちゃったけど今ではいい友達ですみたいな感じか。うん、当初は観光振興が中心だった両子孫の交流も、今では環境保全や災害対策、子供たち同士の交流など多方面に及んでいるんだよ。なるほどね。ひょっとしたら横浜市と道志村にとっては今の状態が一番のハッピーエンドなのかもね。いかがでしたか？この動画を見て少しでも道志村に興味を持ってくれると嬉しいわ。それじゃあ最後に村への行き方を紹介するよ。はい。道志村へは県央自動車道相模原インターから車で約50分。公共交通機関を使うなら富士急大月線鶴市駅からバスで約40分ね。皆さんも機会があればぜひ道志村を訪れてみてね。バイバーイ。